大手商社の住友商事の24歳の社員が、就職活動で OB 訪問に来た女子大学生に酒を飲ませて性的暴行をしたとして逮捕されました。逮捕されたのは大手商社住友商事の元社員の三好拓也容疑者、24です。警視庁によりますと今月2日、就職活動の一環として OB 訪問に来た20代の女子大学生に東京中央区で酒を飲ませて性的暴行をした疑いが持たれています。女子大学生と居酒屋で待ち合わせをして酒を飲んだ後、別の店でさらに一気飲みをするよう勧めていたということです。飲酒した際には別の社員もいて、意識朦朧となった女子大学生を宿泊先のホテルまで送って行ったということですが、三好容疑者はホテルのカードキーを持ち出し、その後一人で部屋に侵入したということです。警視庁によりますと、調べに対して容疑を認めているということで、住友商事は懲戒解雇にしました。住友商事は事件の後、OB 訪問に来た大学生との飲酒を禁止する措置を取ったということで事態を大変重く受け止め、被害に遭われた方に心からお詫び申し上げますとコメントしています。